皆さんこんにちは。えー、エーコンカガと申します。よろしくお願いします。ちょっとじゃえっ、ー、と私の方から先に自己紹介をまずさせていただければと思います。はい。えっ、ー、とまずエーコンの紹介からになりますが、えっ、ー、と我々あの設立しては2017年2月。えー、であの人材のほうっていうのパーソルという企業あると思いますけれども、えっ、ー、とその中から生まれた新規事業です。 で今あの、事業年度としましては7年目に入っておりまして、えー、と実はこと、えー、の四月にですねあ、去年ですね、去年の4月に、えー、MBO を果たしまして、えー、独立化しているというところです。はいでえー、と右下、受賞歴なんかもあのいくつか書いてますけれども、一定、まあ、7期目のスタートアップというところで、あのまあ、外部的な表彰にも、えー、表彰されるようになってきて、認知、えー、含めて伸びてきたかなという状況です。 で何をしている会社かというところですが、えっとまあ、ビジョンとして、えっと、イノベーション後進国からオープンイノベーション先進国へというところを掲げておりまして、えー、これはですね、えっとまあ、やはり日本ってあの昨今です、ね、あの失われた30年35年と言われるようにあのイノベーション後進国と、えー、言われるような部分はあ,あるかと思いますが、えっと、そこをあのオープンイノベーションの力を使ってイノベーションの先進国に戻れるんではないかというところが、えっと、大きな仮説として我々の事業を運営しています。 でえっと、具体的にあの大きなケーパビリティとしてえっと2つありまして、えっと、左側1つがえっと圧倒的なデータベースというところでこちら AUVA というあのウェブのプラットフォームを運営しておりますがこれがあのオープンイノベーションのえ相手先ですねを探すためのえっとプラットフォームとなっておりますで今え累計で3万社ほど使っていただいているようなえ状況になりますで、えっと、右側実はあの事業としてはえっと左側の AUVA の方があの先に生まれて、えー、2017年これをあの軸に、えー 新規事業として立ち上げたんですけれどもやっぱりどうしても出会うだけでオープンイノベーション成就するかというとそうではないっていうところが当然のことながら事業を運営する中で非常によく分かりましてそういった背景もあってしっかりと特に大企業様向けにはですねオー,プンオープンイノベーションに特化した伴走支援をすることによってしっかりと事業化のところまでつなげていくということが必要でしたのでそのコンサルティング部隊を立ち上げたと今大きくこの2つのケーパビリティで運営していますと。 でえっと、ちょっと実績を簡単にご紹介できればと思ってますが、えっと、昨年度の、えっと、数でいきますと、えーまあ、プログラム数でいうと37プログラムぐらい、えー、運営してまして、えっと、今年度でいうと、えー、おそらく450ぐらいかなというところで、まあ、こういったあの企業のオープンイノベーション支援の、えー、事業者は何者かあるかと思いますが、まあ、そういった界隈ではあの、まあ、注目も浴いていると思いますし実績数もあの非常に多い、えー、プレイヤーかなと思っております。 はいえー、で同時にです、ねえっと、我々その日本を、えー、イノベーション先進国へみたいなところを掲げていますので、えっと、やっぱり東京だけではなくてあの地域の企業様も重要だと思っていますと。と はいえー、でただあの一方であの我々がいきなりその地域の中小企業様に対してです、ね、オープンイノベーションしようと思っていってもなかなかこう反応を、えー、当然得られませんのでそこはあの行政と協力しながらあのやらせていただいているというのがメインで、えー、とこの事業あの地域との連携自体は、えー、2019年ぐらいからあの注力し始めているんですけれども、えー、この3年間で,です、ねえーとまあ、記載の通りの,あの数の連携が生まれていて、えー、としっかりとプロジェクトを生み出していると、えー、そんな状況でございます。はい で最後ちょっとあの私自身の自己紹介もできればなと思ってますがえ一応あの栄光の中でのインキュベーションセールス事業部とえ大企業様支援のえまあル数の,の導入のところからえと実際のデリバリーを行うところですねえその部門の責任者をしておりますはい、えー、で私自身もですねえとまああの数多くのプログラムですとかえと新規事業のえ取り組みについてあの PM として参加してましてえとまあ事業会社さんもそうですが NEDO とかえとまあそういった国プロジェクトのところもえ関与していますと。 はい、で下の方「エクスプラウト」と読むんですけれども、えっと、これあの、えー、まだ実はオープンしていなくて、えっと、来週ちょうど公表になるんですけれども。えっと VC のスパイロルさんというところとエアコンでジョイントベンチャーを作りまして大企業の CVC のコンサルティング支援をしていくというところの代表を務めていますなんであので大企業様のオープンイノベーション支援みたいなところ全般なんですけれども CVC のところもお話しさせていただけるのとあとジョイントベンチャーを作る際の,あの注意点とか苦労みたいなところもお話しさせていただけるのかなと思っています今日ちょっとあの前半のパートであの講習させていただきますのでよろししくお願いします、はい、改めましてこんにちは。 えっとグロービスの池田と申します。えっ、ー、とここからはえっ、ー、とグロービスのえっ、ー、とかんご紹介を簡単にさせていただければと思います。えっ、ー、とグロービスはですね、えっ、ー、と人金知恵の、えー、生態系を作って世の中のまあ、創造と変革を推進していくというビジョンでえっ、ー、と事業を行っておりまして、あのお金の分野ではベンチャーキャピタルですね。えっ、ー、と知恵の分野では出版事業、そして人の分野では MUS スクールをまあ運営していたりですとか、えっ、ー、と企業研修を実施しているという企業になります。 であのまあこちらご覧いただいた,た通りですねえっ、ー、と数多くのお客様にまもらえながら事業を、えー、やらせていただいておりますあの改めてありがとうございます。で。 という中でグロービスの法人部門はですねコンサル部門と営業部門と2つ分かれますけれどもコンサル部門の中ではですね未来を作る人、まあ、組織を作るということをミッションに掲げまして企業の中でその企業の人と組織をより良くしていきたいというふうに思っているキーパーソンの皆さんとですねご一緒させていただきながら人組織づくりに取り組んでいるというのが、まあ、取り組んでいることになります。 でえー、と,という中で、まあ、グロビスというとどうしてもこう人づくり組織づくりというイメージがあるかなというふうに思います。あの育成体系を作ったりですとか理念浸透のお手伝いをしたりとか、まあ、そんなところがあのミッションであったり事業領域のように見えるかもしれないんですけど実はですねやっぱりこうその流れの中で経営層の方々とご一緒させていただくケースが多い中でそこからご相談いただいてですね事業づくりのところもぜひちょっとまあ支援をしてくれないかというところでですね、えー、とお話をいただくことがかなり多くあります。 という中で、えっ、ー、と、まあ、新規事業創出とかですね、イノベーション創出の,のお手伝いをしているということも授業の中に入ってます。で、で、その中で、私、池田なんですけれども、まあ、えっ、ー、と、どんな役割をやっているかというとですね。まあ、大きく、あの、二つのことをやってます。えっ、ー、と、まあ、今日のテーマでもありますけれども、新規事業開発支援ということで。えっ、ー、と、まあ、こちらに、まあ、書かせていただいているような、えっ、ー、と。まあ、こう、業界のですね。まあ、お客様を中心に。 新規事業開発の支援をさせていただいてます、あのステージゲートとか体制の整備のアドバイスをさせていただいたりとか、実際にまあ出てきたテーマに対してのアドバイスをさせていただくみたいなこともありますし、 あともう一つの役割としてはあのグロービスの中でちょっとあの、えー、グロービスちょっと自前主義的なところがあるのであのこの説明をするとですね珍しいですねって言われるんですが実はあの新規事業開発をグロービスの中でもやってましてで特にこう、えー、総合コンサルとかですね ESG コンサルとかあの外と組んでそれこそオープンイノベーション的にこう新しいプロダクトとかですねソリューションを作っていこうじゃないかということを担、えー、っているものになります。 でえっと最初講習ということでえっと私の方からえーまず最初基本のおさらいということで新規事業の構想にあたって三、えー、つのパートに分けてお話ししたいなと思ってますはい、えー、最初に新規事業を求められる背景、えー、についてですちょっと見えないなはいえーまあこれあの。 新規事業というよりは産業革命の歴史から見た今何なのかというところでなぜ新規事業を求められているかというところの解説を最初簡単にできればなと思っています。でこの産業革命に関してですねこれまでの歴史をたどっていただいたら分かるとおり技術進化社会インフラの実装でイノベーションを創出して働き方のような社会の在り方みたいなところを変えていくという順に60年のスパンでですね回ってきているというふうに言われていますと。 今現状ですね2024年を捉えるとまさに通信電波みたいなところのインフラが整備されて PC スマートフォンみたいなところのデバイスが皆さん当然持っている状態になっているのでこれがいわゆる社会インフラが実装された状態でまさになので今イノベーションが起こすようなフェーズに入ってきているというところかと思います。 はい。でえっと一方でですね、企業目線で見ると、これ左側の図があの製品寿命に関するデータになるんですけれども、えっと年々あの製品の寿命というのは短くなってきていると言われている中で、えっとまずっとあの同じ一つの既存事業だけではなかなか収益を上げていくことがえっと難しくなってきているという時代背景。あとは右側に記載していますが、まああの CD ですとかえっと本もそうかと思いますが、えっと突然現れた新たなプレイヤーによってそれまでの既存事業が一気にディス ディスプラクトされるというようなことが起こっているのでやっぱりあの未来のことを考えて新規事業に着手することが必要だということは今日ご参加の皆さんもあの、はい、感じられているところかなと思います。 で、えっと、結果ってどうなのみたいなところちょっとこれあの1つのデータにはなりますが、えっと、新規事業に、えーまあ、取り組んでいるか取り組んでないかみたいなところでですね、えっと、売上高経常利益みたいなところを、えっと、比較したものになるんですけれども、まあ、結果あのしっかりと、えー結,果えー、結果といいますか業績の見通しが上がっているよという、えー、回答をしている企業さんはやっぱり新規事業やっているというところはあのデータとかでもあのいろいろできているかなという状況かと思いますと。 えというのがまあ背景としまして、えーと,えー、とはいえですね、えー、まあじゃあ新規事業、えー、とやろうといって、えー、といきなりできるかというと、えー、皆さん課題意識を感じられているところが、えー、と実態かなというふうに思ってます。はい でえー、とまず最初にですね、えー、と新規事業と既存事業の、えー、そもそもの違いみたいなところなんですけれども、はいえー、まず既存事業っていうのは当然これまであの培ってきた顧客ですとか、えー、とノウハウというのがあるので、えー、と相手の顔が見えて市場のことをあの明確に理解している、えー、また、えー、組織体制もですね、えーまあ、もうあのずっとやってきている事業なので、えー、と分業化して、えー、と効率化、えー、というところを重視したような、えーとまあ、組織体制を組まれているかと思いますと一方で新規事業に関しましては当然あの顧客の顔が見えない。えー もしくはですねそもそもそのマーケット自体がまだないみたいなケースもあってやっぱりそこの確実性みたいなところが見えづらいと。はい、で役割に関しましても皆さん新規事業担当の方が多いと思うのでよくご理解てい,いているかと思いますが本当に一人の方がいろんな役割を担う必要があるというところがまず前提として違うということを理解するということは必要かなと思っています。 はい、今みたいなお話でですね図式化するとこのような形でスタートアップ的な新規事業の動きになると複数の役割を個人が担うということになりますのでそれらを認識した上での人材の用意もそうですし制度も必要ですというのがまず大前提かと思いますと。 新規事業をあの起こしたよという大企業様と,、えー、と多くお話しさせていただく中で、えーとまあ、よくある、えー、と課題というのを今日はあの3つのポイントに絞ってあの持ってきていますと,で、えー、と新規事業開発に関する方針戦略がない、えー、チャレンジと失敗を織り込んだ組織体制になっていない え成功角度が高いプロセスをえっと実行できないとあこの3点についてちょっと例も交えながらお話したいなと思っています、えー、まず新規事業に関する戦略方針がないというところになりますが、えー、もしかしたらあの皆さんもこんなことあの刑事の方から言われたっていう経験があるかなと思うんですが新技術新,新製品開発にとどまらない新規事業イノベーションを進めてほしい新規事業を生み出すためにスタートアップとの連携を進めてくれ な、えー、などなどですね、えー、でこれだけ言われると,、えー、とやっぱり経営陣が求めてる新規事業って、えー、と具体的にどのような事業を指してるのかっていうの分からないのもそうですし、えー、といざ、えー、じゃあ例えばこういうスタートアップと連携していきますというお話をしてもですねそこの判断基準がそもそもこの会話では、えー、と一切言及されていないのであのよく聞く言葉で「せっかく進めてきたんですけど、えー、と端が外されちゃって」とか、えーと「そもそも論のところでひっくり返されてしまってあのんざすることになりました、えーと」みたいなお話あるんですけどそこはやっぱりあのそもそも話せてないみたいなと とところが課題かな思っていますまたですね社内から新規事業が生まれていない状況を打破するために若手を中心に取り組んでくれとか3年後には数十億円規模の事業を生んでほしいみたいなですねこの目標設定みたいなところは全然高くてもいいと思ってます。問題はその高い目標をいくための建設的な議論がなされているかどうかというところかと思いまして当然あの 新規事業ですので、えっと、より短期間でより大きい成果を生み出そうとした場合はより大きな、えー、人物金というところを投下する必要があるのでしっかりその目標に対して、えー、適切なその、えー、コストというところまで議論が詰められているのかというところがあのまだまだできてないところが多いのが課題かなと感じています。はいえー、続いいいいててチャレンジととと失敗を織り込んでで社内体制になっていなっいいうところですが、えー まあここに書いてあるようなことですねあの、まあ、よく言われる言葉かなと思っているんですけれども、えー、まあそもそもあのチャレンジする人がえっとちゃんと再現性を持ってあの何度も繰り返しあのチャレンジするようにあのよく聞くところで言うと,、えっとそもそもフィードバックがあまりされていない、えー、なんとなくこれはうちに合わないとかっていうちょっと抽象的なお話であの終わってしまっているというケースも多いかなと思ってますので、まあ、ここもあのやっぱり大きな課題かなと思っています。 で次に成功角度が高いプロセスを実行できていないというところで、まあ、自前主義というところで自社内でできる方法をまずは模索するべきだですとか新規事業なんですけど立ち上げ2年目から単独でできる範囲での活動をしてくださいでこれあの我々もパーソルから出てきた新規事業なのであのすごくよくわかるんですけどやっぱり2年目で単独黒字を求められるのか えー、それとも、えー、ともう少し掘っていいのか投資していいのかっていうところで、えー、事業計画とか、あのー、アクションプランって全然変わってくるので、えーあのー、いたずらにあ新たな可能性を狭めるような設計になっていないか、えー、みたいなところも、あのー、課題として今マーケットととししててては存在いいるかなと思っていますでやはりですね、えー、とこれはあのー、コンセプト立ち上げから、えー、と実際に事業化がなされる、えー、中核事業化までたど、えー、り着くかというところの、あのー、なんて言いましょう。 ファネルといいますか推移率みたいなところを示したものになりますが「えー、まあみ密という言葉はあったりしますが、えー、とこの、えー、調査結果によると、えーまあ、立ち上げが17パ45%単年、えー、黒字化が28%というところで、えーとまあ、やっぱり一つ打てば一つあの確実に当たるというところではないので、まあ、その前提の認識というところは、えー、とまず必要かと思っていますと。 皆さんみたいなこう大企業の中で新規事業を推進される方にえっとまずあの前提条件としてあのご理解いただいておくべきかなと思っているところは、えー スタートアップと大企業内での新規事業ってあのまたそれも違うと思っていまして、えー、左側あの企業内での新規事業のお話ですが、えっと、やっぱりあの1兆円企業の、えー、企業さんがですね、えっと、1億円の事業を、えっと、新たに生み出してもなかなかインパクトがどうしても小さいというところで、えっと、やはりあの数十億数百億円というところをあの狙えるような事業というところを求められていると思いますので、まあ、そういった前提を理解しながらもあの進めていくことが重要かなと思っています。 で今お話しさせていただいたのが、えー、とまあ経営層それからあの推進される事務局の方々の間で、えー、とまあ起こりがちなミスマッチとか、えー、と考えの前提を持っておくべき部分、えー、と,いという部分かなと思ってますが、えー、とちょっと続きまして、えー、と新規事業の構想のポイントというところをあのよく言われる部分でありますが、えー、とおさらいできればと思っています。 はいえー、でイノベーション創出における MVP を作りましょうというお話をしていますが、えーとまあ、当然あの自社の MVP というのはあの全体ではあると思うんですけれども、えー、新規事業に特化した状態でですね、えーとまあ、なぜやるのかですとか、えー、どういう結果が出ればいいのかっていうところの,あの言語化というところをっとまずしていきましょうというお話になります。これをすることで、えーとまあ、先ほど申し上げたような課題の、えー、そもそも戦略がなくて後々、えー、ととミスマッチが分かって頓挫、えー、したみたいなことが防げるかなと。 是。はい さらにですねこれは複数のテーマ設計をしましょうというお話にはなりますが当然先ほど申し上げたように成功率というのはそんなに高いものではないので複数の事業テーマを検討するべきです。でらにですね当然のことながらその中でもアクセシブルな要は外部に公開できるとか使えるアセットというところをしっかり整理しましてその中で先ほどの MVB と掛け合わせた時にどのテーマが自社のやりたいこと なのかというところのテーマ設計を持つ、えーま、していくというところは重要かなと思っています。 次に組織体制の在り方みたいなお話ですがこれよく言われるところの出島でやりましょうねというお話ですが当然大企業の中では既存事業を効率的に回すようなそのための決済ルートですとか業務フローというところが引かれてると思いますのでこれは新規事業でやってしまうとやはりスピード感が出ないあとはチャレンジができないという状態になっているかと思いますのでこれは既存の決済ルートとは分けて出島でやっていきましょうとそのがあがスピーディーに進められますし。 え成功確率も上がりますよというところのお話です。 で出島で進めると言いつつもですねやっぱり大きな意思決定をする時当然経営会議にかけるですとか役員会議にかけるみたいなところの必要性が出てくると思いますそういった時はしっかりとその場で決済に関わる皆さん集まって議論していただく必要があると思うんですけれどもこれもつどつど設計するのではなくてその取り組みが始まったやっぱり最初のタイミングでですねこのタイミングではこのメンバーでここまで育った事業案について 協議をしようというところを設計して、えー、あらかじめあのマイルストーンを立てておくというのがあの重要かなと思ってますこのあたりちょっとあのより重要だと思いますのでちょどあのステージゲートの話もあるのでそこでもお話しさせていただきますはい、えー、であとはえっ、ー、と人材要件を定義してえっ、ー、と実践する人をあのしっかりと、えー、確保して、えー、実践しょほえしてあげましょうというお話ですねでえっ、ー、とその人がですねあのまあ 最初いきなり100%あの新規事業に触れればいいんですけれども、えー、となかなかそういうところでもあの難しかったりあのやっぱりあの現場のエースを取るなみたいなところの,あの人の奪い合いみたいなところもあると思いますので明文化して、えーとえー、その人が何パーセントコミットして、えー、と何時間使えるのか、えー、みたいなところと、えー、どこにひも付いて誰が評価するのかっていうところの明文、えー、化は、えー、と事前に重要だと思います。 はい、で、あとはその人材のですね、えっとまあ、育成というところをしましょうねというお話なんですけれども、えっと、個人的にはですね、えっとまあ、セミナーをするとか学習の機会を与えるというのは重要だと思いつつ、えっと、どちらかというとやっぱり実践で得られるあの 経験知見みたいなところの方がえす。で、えっと、ちょっと後ほどもお話しするんですが、えっと、このえ新規事業を初めてやるような方々が、えっと、どういうステップで新規事業を作っていけばいいのかということが、えっと、体感して分かるような、えっと、一連の,あのプログラムとかプロジェクトの設計になっていれば、えー、最初に必ずしもこの研修であのすごくであの机で座学をするっていうことが重要ではないかなと思っていたりはします。はい えー、あとはまあそうですね、えー、そういったあの実践者の方があのしっかりセールされあー評価されるような制度ですとか企業体系というところを構築しましょうよねというようなお話です。あとはあのー 新たに新規事業に関する制度を作るということになるとあの当然ですねその新規事業のフェーズ例えば POC フェーズですなのか10億円規模になりました100億円規模になりました、えー、とみたいなところで評価する基準というのは結構変わるかなと思ってますので必ず p d c を前提とした制度を前提として設計することを推奨しています。 えー、で、えー、次にですね、えー、プロジェクトのマイルストーンのお話を少しお話しできればと思ってます。これあの左側は、えー、うちでこう年間でご支援させていただく際の,、えーとまああのどちらかというとオープンイノベーションの、えー、例になりますけれども。 はいえー、年間の動き方をですね、まあ、しっかり衛星ストーンを作りましょうねというお話も当然のことながら、えー、と非常に重要だと思っています。で、えっと、ここがえっと描けると,、えっと先ほど申し上げたような、えっと、どのタイミングで誰に判断していただくとか、えー、まあそういうところが明確になっていくかなと思っていますと。 でえっと、ステージゲートのお話、えっと、簡単にさせていただきますが、えっと、実はこれあの言葉としてあの聞いたことがある方ってあの多いと思うんですけれども、えっと、私が支援していても、えっと、ステージゲートが設計されてない企業さんってすごく多いなというふうには思っていて。えっと なので、えー、とこの場合はあのここを前提あの設計する形で支援に入らせていただいたりはするんですが、はいえー、とステージゲート何かと言いますと,、えーとまあ、その新規事業の活動期間における、えー、とその推進する人たちが、えー、とどの範囲まで活動を許容されるかということと、えー、でゲートっていう、まあ、先ほど申し上げたような POC があって、えー、1億円の規模があって10億円の規模があってっていうこの、えー、とステージごとのですね、えー 何が通過してっていうこの基準を誰がえといつどのようなえ基準で判定するのかとえまあこういったものをあの明確にしたものになりますちょっとサンプルあの簡単にえ作っておきましたがえまあ上にあのこう流れで書いてあるのがえ新規事業のこのえ作る流れですね CPF して BSF して SPF してみたいなこういう流れがあると思うんですけれどもえまあそれぞれのフェーズでですねえまあその推進者がえどれだけ稼働を使えるのか。でえっと、当然、あのー 最初の初期段階でですね顧客の特定とか、えー、市場のあるなしみたいなところの判定にあの調査ですとかヒアリングみたいなところもあるのでそこであの一定予算はもうつけておきましょう確保しておきましょうみたいなお話あとはそれを、えー、と例えば市場顧客が、えー、と認められるということの判断には何のフォーマットを出させるのか、えー、でそれを、えー、と誰がどの基準で判断するのか、えー、みたいなことをフェーズごとに、えー、と定義すると。 はいいうことですね、えー、でこれをすることによって、えっとまあ、その次に進む次に進むっていうところがあの可視化できるっていうのももちろんそうなんですけれども、えー、実践者からすると、えっと、いつまでにこれすればいいんだねっていうことが明確になる、えー、という点、えー、っとあとはですね会社からすると、えっと濃厚の判断がしやすいっていうところも大きいかと思ってまして、えー、っとやっぱりあの新規事業やっている中で、えー、まあ いたずらにこう長い期間検討するっていうことで必ずしも正解じゃない場合って多いと思いますとでその時にあのしっかりと撤退の判断を、えー、するための基準、えー、というところは設けておくということがあの必要かなと思ってますはい、えー、とあとは、えー、とそうですね 検証を繰り返しながら、えー、ビジネスを作っていくというところが大前提だよというのはまあよく言われるお話かなと思います。ちょっとあの、えー、キャプチャでマ、えーまあ、ソニーさんと G 社、えー、に関してえっ、ー、とまあ、こういったフレームを使ってやったりしていますというところは参考までにおまとめしていますと。はい。 でってまあそういった POC とかを超えた事業案が多く出てくるようなフェーズ、えー、の企業にとってはですね、えー、事業化後、えー、とどういった出口を取るのかというところの,あのコミュニケーションも重要ですと、はい、で私だけ自己紹介の時に JV の,のお話をさせていただきましたが、まあ、JV という形も一つだと思いますし、えー、もう子会社化するっていうところもあると思いますが、えー、まあそれぞれのですね、えー、事業内容、えー、自社との親和、えー、性みたいなところに応じた、えー、と出口のあり方みたいなところはあの早めにえ協議しておくことが望ましいかなと。 私のパートコレの最後かなと思いますが、えっとまあ、ゴール、えー、先ほどのマイルストーン年間で引いて、えっと、活動していきましょうというお話ありましたが、えー、それぞれに合わせて。えー 各ステップのですね数的目標を最初に作っておきましょうそこで計算と合意しましょうということも重要ですとお伝えしていますで左側これもちょっとオープンイノベーションっぽいお話にはなっていますが例えば年間で事業家の案件を2件生み出すのであれば逆算的にじゃあ POC は一旦6件に置こうじゃあ何件の企業と会わないといけないとか何件の事業規案事業案がないといけないみたいなところがですね一定数的目標を持ってそれをもとに振り返りをすることでという 翌年度の計画も立てやすどん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 自社の新規事業におけるその、えー、一般,感覚値あ一般の,その数的推移率みたいなところがあの明確になってくると思いますので当然単年度での活動ではないと思いますので、まあ、こういった、えー、KPI の設計も重要かなと思っています。 はいというところはあの、まあ、ちょっとよくあるお話も含めて、えっと、新規事業構想においてあのまず押さえておいていただきたいところを、えっと、私の方からお話しさせていただきましたでここからはあのグロビスの池田さんから、えー、実際にあのじゃあスケール化するためにはどういうところを、えー、鍵としていくべきなのかというところをお話しいただきますのでここでバトンタッチさせていただきますはい、えー、ありがとうございます ではここからですねバトンタッチしまして、えー、と私グロビス池田がですねスケール化ののためととはということとでお話をさせていいいたただきたいと思いますで。この資料は先ほどの再建資料になりますけれどもあのコンセプトとして創造された新規事業のですね、まあ、約4%ぐらいしかやっぱ中核事業になってないということで、まあ、中核事業にしていくのがいかに難しいのかということを、えー、と物語ってると思います。 で一方でフジフィルムさんやソニーさんのように中核事業になっている新規事業を作れるか作れないかというと作れる企業結構あるわけですね。ということでじゃあこのスケール化をですねしていくための鍵とは何なのかということを、まあ、大企業の中においての事業開発をですね結構多く見ている立場から、まあ、こういったところがポイントなんじゃないかということをお話をさせていただきたいと思います。でえー、と先にですね全体のちょっと概要をお伝えをするとこの4つになるかなと思います。 でこの4つのポイントはあの香川さんがこの前段でお話しさ,せされたこととやや重複するところもあると思いますけどもその中でやっぱりここ大事だよっていうところをよりちょっとフォーカスをしてお話をさせていただいているという位置づけになります。で1つ目がやっぱり大企業内のリソースをですね利用する、まあ、そのための前提を作っていくということです。で2つ目はそのリソースを借りる時にコミュニケーションに細心の注意を張るということが重要かなと思います。で3つ目が、えー、これ KSF っていうとどうしても既存事業の用語のように聞こえるんですけどあえてこの言葉を使ってます事業のをしっかりと抑えるで4つ目ですけれどもをを踏まえたリソースを確保していいくととうことです論理的に考えればあのその通りかなと思う方も半分ぐらいいらっしゃると思いますし半分ぐらいはんって思われる方もいらっしゃるかなと思いますで資料にはあえて載せてませんけれども大企業で、えー、とスケール化するような事業を作っていくときに成功確率を上げるためには えー、やっぱりですね入ってくマーケットがちゃんとスケール化しているマーケットであるかどうかってこととあとは3年から5年ぐらい先ぐらいまででちゃんとスケール化するのが見える、まあ、そのマーケットであるかどうかってことが重要であるということはまず前提としてちょっとお伝えをしておきたいと思います。でという中で、えー、と新規事業に関わっている方々ですとあの皆さん見たことがあるフレームワークかもしれませんけれども。 まあ、忘却釈養学習というフレーームワークがありますねで大企業で、えー、新規事業を進めていくときには、えー、このですね大企業の中にある悪しき慣習をちゃんと忘却しで、えー、借りられるものは借りてとで、えー、学習をしながら進めていこうというこういう,こういうフレームワークです。で新規事業のことについて関わっている、えー、まあいろ皆様とですね接すると結構このフレームワークの中で。 忘却っていうところに意固地になってですねこれを忘れようこれが忘れられないでもなんで忘れられないのかみたいに使ってる方が多いような感じがしますけど実はですねやっぱりこう大事なことは借借用ととととしててて何ををりるるのかかっっこここちゃんとこう、まあ、計画するっていうことが大事かなと思いますなぜならば先ほど申し上げた通りすでにこう立ち上がってるマーケットであったりとか3から5年先でスケール化しそうなマーケットをやるときに大企業で入ってってゼロベースでリソース作ることってできないですよね。 タイミング的に間に合わないんですよ。なので、やっぱり大企業でスケール化するためには、狙うマーケットと着用するということに対して真摯に取り組むっていうことがすごく大事になります。では続けてじゃあこういったえっ、ー、とリソースを着用していくといったときに、まあどういったですね、こうまあ心構えが必要なのかということでちょっと述べていくと、これあの能力協会さんのえっ、ー、とアンケートで日本の大企業何が気になっているのかっていうことがをですね、ちょっとまあえっ、ー、と取ったアンケートになりますが。 大企業の経営者と私も日々触れます皆さんが知っているような、まあ、皆さんもその、えー、よく、えー、と有名な大企業にお勧めだと思いますけれどもまずやっぱりこう第一にいて重要なのは収益性の向上ということなんですねで2つ目はやっぱり人材の育成これ平たい言葉なんですけど結構やっぱり重要なんですじゃあ新規事業新サービスの開発ってどのぐらいの関心事があるかっていうと上から5番目ぐらいなんですねでそうした時に、まあ、新規事業を進めていくんだけれども 大企業の経営者のやっぱり一番重要なのは収益性向上なのだということを頭に念頭に置いた上でこうリソースを借りに行くっていう姿勢がまあ重要なんではないかなというのをまずベースとしてちょっと押さえておきたいと思います。でその上で先ほど香川さんからもお話をいただいたところでも重複しますけれども新規事業に必要な条件をですねしっかりと固めて経営陣と握っていく必要があります。で特に事業目的 で数値目標を握って公表するあとは事業の範囲、まあ、参入方法あたりでしょうかねで例えば事業の目的ってことで言うとこの新規事業をやらないとですねこう事業転換を、えー、し,しなければいけないぐらいのですねもうかなり切羽詰まった段階における新規事業なのかそれとも多少もうリソースは余裕があってで次なる成長性を確保するためにややこういう、えー、と何でしょうね こういったこう目的例えばの話ではありますけれどもこういった目的をしっかり握っていくっていうことがまずまあ重要ではないかと考えます。でその上でじゃあ数値目標にしっかりとこう入れていこうっていうことなんですけれども、まあ、長期ビジョンとか中期経営計画の中に新規事業に関する数値目標の記載があるかないかといった時に、まあ、ないならば まあその全体の、えー、と企業としての目標を達成するためにどのぐらいビハインドしてて新規事業としてはどの程度のものを生み出していかなければいけないのかなどの対話をしながらですね、まあ、数値目標としてちゃんと入れていき大切なのは IR レポートとかですね統合レポートとかにもしっかりとこう入れていってですね対外的に約束をしてしまうもしくはさせてしまうっていうのは 大事だと思いますでその分こっちもあのお尻に火がつきますしあの切羽詰まってくるわけですけどもこれあの経営者としてコミットしてるからにはやらなければいけないよねということで最終的にはリソースを借りる前提を作っていくということにもつながっていくかなと思います。 でもう一つは事業範囲ということなんですけれどもこちら時間軸とかマイルストーンみたいな話もありますがとても大切だなと思うのはこの事業ドメインとか参入市場の範囲どこにするのかってことですねこれがかなり構うを分けると考えます。でこれれはあの両機器のの両両経営とかか組織を作るから引っ張っっ張ててて持ってきてますけれども イノベーションストリームという考え方で組織能力の既存化新規と市場顧客の既存化新規化でイノベーションを起こしていくすなわち新規事業を起こしていく範囲を規定していますけれども例えば大企業の経営者の場合は この3から5年の自分の任期の間に新規事業を作んなきゃいけないんだから組織能力は既存でマーケット新しいとこ当たってこうよっていうふうに思うんですけど新規事業をとかく進めてる方たちはどうもですねちょっと自社にないリソースをえーとにかく獲得することが目的だみたいな頭になってる方結構多くてそうするとですねどうしてもこの多角化とか不連続のイノベーションみたいなところでいかに s a ズ s 型のですね,こうねえっとサブスクの事業を作れるかみたいなところにものすごい行くんですけどいやいや あのそれ経営者望んでないですからってそうしたときにやっぱり最終的にそれやっていきましょうってところに対する合意がないまま進めていくとあでじゃあリソース借りましょうと言ってもいやそんなのに貸さないよっていうふうになってしまうということでもちろんその自分たちがやりたいこととか果たしたいことはあるんだけれども企業という,こう枠組みの中でやってますのでその枠組みの中でどこにまあそのドメインを定めるのかっていうところは適切にですね設定していく必要があるかなと思います。 でこれはまあ補足までですけども入る範囲ここやるよってことと同時に NG リストみたいなものも作っておくと良いかなというのが一つのアドバイスですね改めてこの海外には行かないとかですね、えー、実店舗を持たないとかですね、まあ、そういったことで結構細かいこだわりがある方もいらっしゃいますので経営者であの金銭に触れないっていうのはあの賢いやり方であるということはちょっとお伝えしておきたいかなと思います。でもう1つはでですね、えー、と授業のの進め方の例で えっとスモールビジネス型でやるのかスタートアップ型でやるのかみたいなところも初期段階で経営者と合意を取っておくといいと思います。えー、とすそうすると赤字を経験したことがないとかどちらかというと単年度黒字は当たり前でいかに成長させてきたかとかいう成功体験を持っている方が多いですね。ととすると ビジネスの在り方は基本的にスモールビジネス型、えー、と1単位投資してちゃんとリターンがゼロ以上になるっていう、まあ、そういう性,、えー、と性格の授業で成功してきている方が多いのでスタートアップ型というふうに言われますけれども、えー、と初年度単年度5年間ぐらいまでものすごい赤を掘って競争優、e、位を作ってでいきなりこう赤、えー、と黒字に転換するっていうビジネスの在り方自体をですねあまりイメージできない方がいたりします。なのでこういうい、まあ、り方もあるんだよ ととということともしこういうやり方でやるんだとしたら初期段階でちゃんとコンセプトに説明しておいてですね、まあ、ここまではお金かかりますから許してねっていう話をしておくっていうのも大事かなと思います。であとはあのクローズド型なのかオープンイノベーション型なのかということで、えー、とこの後の話ともそう、えー、と関係しますけれども。 こうやったら業で勝ててててるっっいいうポイントがが分かってて自社にリソースがないとでも5年間の中でなんとかここまで持ってかなきゃいけないとした時にやっぱこれオープンイノベーションでやんなきゃいけないっていうの最初から分かってんだったら最初からサウンディングしておくと途中でいきなり「自社でやれないからオープンイノベーションでやります」っていうふうに言うと「お前白旗あげんのか」みたいな話になるんでそういうふうにしないでですね最初からこういう可能性もありますっていうことも説明をしておくっていうのも大事かなと思います。 でじゃあこういったことでですねあでオープンイノベーションは重要ですよという話も資料に載っけております。で、えー、と,といった中で、まあ、こう握っていく項目をですね洗い出すんですけれどもとかくですねこう新規事業開発に携わっている方はスタートアップにおける新規事業の在り方にですねすごくこう、えー、染まっていくのであの使っている言葉がですねねちょっと、ね、あの大企業の経営者からすると分かんないっていう、えーうん、悩みが結構あるんですねあるんです。 でこれはあのパワーと影響力というちょっと新規事業の開発とはまた違った分野の学問領域のフレームワークなんですけれども、えー、と相手に及ぼせる影響力一番右側ですね相手に及ぼせる影響力すなわち相手が動いてくれるかどうかは自分が持ってるパワーで相手に影響力を及ぼすんですけど自分が持ってるパワーが相手の感情やニーズに反すると相手動いてくれないんですね。 なので相手のニーズ感情をしっかり踏まえた上でのまあ言葉遣いワーディング立ち振る舞いということが重要であるとということですあえて新規の,の、えー、とこうセミナーなんですけど私こうネクタイをしてですね来たわけですが、まあ、こういうとんまらみたいなものも結構意外と重要だったりするということはお伝えしておきたいと思います。 で、じゃあどういったところに目,目配せしていくのかということでこれはあくまで一例ですけれどもまあ、状況、えー、関心認識、えー、反応ということで相手がどういう立場に置かれているのかまた、えー、このテーマに対してどういうふうに認識を安心があるのかで、この子提案をした後にどんな反応が来そうなのかってことを一回相手の立場になって逆斎に立ってですねどんな言葉を言われるのかってことを想定してだって たらこういうううううにそうっていうこういこうシミュレーションを一回やってから伝えに行くっていうことも細かかいいいようなななんですすすけどすごい重要なポイントかなと思いますでこれはあの参考までですけれども、えー、と事業を作る人の大研究の中にあ,るありますけれども、えー、と新規事業を進めていくためのポイント重要ポイントということでさえ経営層と新規事業を実際に進めている人の間で、えー、と何が重要なのかっていう認識がものすごい違うんですね。違うんです ですなわちまああの何が違うかってことはこことは述べませんけれどもえっ、ー、と改めてこう、えー、相手方のですねこうコミえっ、ー、とこう関心を踏まえたコミュニケーションということが重要である認識がずれているものであるというまあ前提に立つということをお伝えしておきたいと思います。で、もう一つですねえっ、ー、と事業の形成法を抑えにいくという話です。例えば皆さんが A 社に勤めていらっしゃるとしましょう。 で新規業や既存事業に行ったところから新規事業開発の部門に来て新規事業をやりますっていうふうに新規事業を始めました。こうするとどうしてもですね学習しながらちょっとずつ成功してあなんかこうピボットしていくかなとかっていうことですごい難しいなというふうにや思いながらやるんですけどちょっと冷静になって引いて考えていただきたいんですよ。そのマーケットって世の中にないんですかって話なんですよね。すなわち B B 社、社立場を変えたたにとってみたら 既存事業 B ですでにこの事業の中における価値パターンがある可能性があるわけですよ。としたらこの事業における価値パターンというものをしっかりもう最短で抑えにいってその最短で k s f を抑えるためにどうしたらいいかってことに悩んだ方がいいってことですね。 で例えばあの植物工場みたいなのが、まあ、2015年ぐらいからこう立ち上げでやりましょうみたいな話がありますけど私は食品会社とかいろんな小売りの会社とか植物工場の,の事業立ち上げのサポートなんかをするんですがもう経営成二2つですよ。販路を捕まえるるっっててこことととコスト削減するってことですで日本で農業で植物工場をやるためにはこの構造上この2つを抑えなきゃいけないんですよ。なんですけど始めててみ えっと一年ぐらい経ったんですけど、やっと販路が確保することが重要だと思いましたみたいな話があるんですが、いやそんなのもう分かってんだから、もうたもう一直線で走行を捕まえに行くためにどうしたらいいかってことで悩んだ方がいいってことですね。でこれがあの例えば今ねあの暗中模索な VR の世界とか、あの AR の世界とか、まあここら辺本当にこう形パターン決まってないですよ。メタでさえ相当悩んでる。でこれだけ多分10年後ぐらいまで経ってやっとまあ立ち上がるだろうなっていうマーケットの場合は。 それはですね悩めばいいと思いますけどあの3から5年ぐらいまでで立ち上がりそうなマーケットで、えー、ともうすでに先行者がいて価値パターン分かっている場合はスタディーしてですねそこを一直線で抑えにいくっていうことをぜひぜひやっていただくといいかなというふうに思います。で K セ f フとは何かっていうのは、えー、と一旦あの載せておりますので見ていただければと思います。で、えー、とこれはちょっと若干試験になりますけどあの、まあ、スタートアップの世界でいうプロダクトマーケットフィットをした状態プロダクトマーケットフィットをした状態。 このドライバーとこのドライバーとこのドライバーを抑えれば、えー、と組織がスケール化していくっていうポイントを言いますけれどもこの PMF もですね、まあ、ほぼ同類の、えーとまあ、類似事項かなと思うので PMF を抑えに行くっていうふうに抑え、えー、と捉えていただいてもよいかなと思います。でその上でじゃあ KSF を満たすために自社リソースを借りに行くんですけれども。 まあ自社リソースを借りに行って足りなければしっかりとこうオープンイノベーションで外のリソースと組んでやっていくと、まあ、このまあ試行性が重要かなと思いますで特にあの私物流業界なんかもこうえと新しい事業創出の支援なんかをしてたことがありますけれども物流業界等ではですねやっぱりこうスタートアップと組んでえと新しい事業を成功させている会社すごく多いかなと思いますのでえとまあそんなことも参考にしていただきたいと思います。で えとさらにはですねスケール化をしていくとしたときにあの加賀さんおっしゃっていただいてたようにいわゆるこう、えー、確率論でもあるので、えー、新たなチャレンジがどんどん生まれてくるということであったりとか、まあこうえー、先ほどの経営陣に対してこう経営陣の関心を踏まえたコミュニケーションを取っていくってことも大事なんですけど経営陣側もどちらかというと自然とですね新規事業に対してすごくこうポジティブで親和性が高いっていう状態になっててもらった方がいいわけですね。 そういい、ね、した時にやっぱりこう、えー、と大企業の中における経営陣も含めたキーマンが新規事業に対してポジティブですごくこう融和的な態度になってくれてるかどうかということを含めて、えー、それを作っていくことが重要ということでちょっと風土調整についいいいててちょっとと最後語らせたただきたいと思いますで今申し上げた通り新規事業の推進の、えー、とベースはですねやっぱり既存事業による下支えなんですね。 新規事業に行きたいという人たちがたくさん潤沢にいて移動人の移動がね、えー、と循環するっていうことであるとか、まあ、経営陣がえとしっかりとポジティブに意思決定をしてくれるっていうことであるとかこれはないよりも絶対あった方がいいと。でただおおむね、えー、既存事業の経営陣であるとか人の循環のシステムってうまく回ってないケースがあるんじゃないかということでこれをじゃあどういうふうにやっていくかということなんですけれどもこれはまああのグロビスがというか私がですね、えー、と取り組んだ一つの事例ですが、まあ、とある えと不動産系の企業で、えー、と経営陣の方々が新規事業がですね長期目標に入ったんだけど、まあ、ポジティブじゃないっていうところから、まあ、その経済に求められる質だとか、まあ、新規事業を進めていくにはどういうポイントが重要なのかということをインプットさせていただいたりまたはですね、えー、とどういう事業をやりますかということを無理やり考えてもらってでお互いに共有したりとか、えー、ということをやったりとかですね で、実際に新規事業を進めていくにあたって、ご自身の中でどういったところが課題ですか？みたいなインタビューをま1人一人にま20人ぐらいやらせていただいたりとかしながらまあマインドシェアをこう高めていくような取り組みを結構継続してやらせていただいたっていうのがこの取り組みになります。うん、で、その企業でえっ、ー、と実際にやってるのはあの今度はですね。近隣の部長ですね。ええー、と、結構権限持ってる人たちですけども、部長の？ これあのちょっと、えー、そんなことやるのって思われる方も多いと思いますが、えー、と階層別研修の中で新規事業を考えようっていうのをこう入れましてで、えー、と前部長がですね、えー、と200人ぐらいかないますけれども200人ぐらい、えー、と3年ぐらいかけてロールしてやっと今年終わったんですが、えー、新規事業既存事業の戦略を考えると同時に新規事業の戦略も考えようというふうにやってで実際に一歩でも自分で動いてもらうみたいなことを、えー、とやった取り組みになったりします。 でじゃあどういうふうに変わったかというと3年ぐらい経ちまして、えー、と既存の経営陣はちょっと条件付きでありますけどほとんどの方が新規事業をどんどんやんなきゃいかんよねって3年前の自分の言葉聞かせてあげたいよっていうような状態になってますし、えー、と既存の部長たちもですね下から上がってきた提案に対して NO っていうことはほとんどなくなってきてます。でこれぐらい結構やっぱりこう、えー、既存のキーマンに働きかけてマインドシェア上げていくってことが重要であるということをお伝えしたいと思います。であともう一つは えっと、既存事、えー、業から新規事業に人が来るということの中で公募,提案公募制度です、ねえー、を入れてあの人の移動の仕組みというのは実際にあると思いますけど大々的にです、ね、新規事業の部門の担当の方から、えー、と新規事業にごいでっていうふうに言うとめちゃめちゃ嫌われますんで、えーとまあ、こう陰でやるっていうのは重要かなと思ってまして。 あの社内で新規事業開発のコンテストみたいなのがあったらコンテストに応募してくれた100人の方とかをですねちょっと適正アセスメントがあるんですけどそういったものをやっておいて誰でも彼でも来てほしいわけじゃないので適正上良いとか後ろから見ててこの人良さそうだなと思う人にちょっと声をかけておいてこういう公募の制度が出てきた時に手挙げてねっていうふうにやっとくだけでもですねこの人の循環のシステムっていうのは作れるんでこんな取り組みもされるといいかなと思っています。 ということで、えっ、ー、とですね、まあ、あの、ここまでで、私のお話は、ええ、終わりたいと思いますが。まあ、あの、このお話の流れの中で,ですね、えっ、ー、と、やっぱり最後ミッシングピースで、すごく重要である。まあ、オープンイノベーションの効用というところについて、最後、香川さんの方から、お話をいただきたいと思います。では、香川さん、よろしくお願いします。はい。 えー、私の方から最後オープンイノベーションの構用についてお話しさせていただきます。で、えー、とオープンイノベーション重要だよねとかあの取り組むべきだよねみたいなことはもうあの重要性としてはすごく語られてると思いますので、えーまあ、簡単にいきたいと思います。で、えー、とそもそもオープンイノベーションって何かっていうところをご存知の通りですね、えー、自前であの作るんではなくて、えー、他社、えー、と手を組んで、えー、と新たな、えー、サービス、えー、市場に、えー、打って出ていくというところになります。 はいえー、で、えーとまあ、あの結果出てるのみたいなところのお話よく上がるかなと思うんですけれども、えー、例えば P&G さん、えー、ですと、えーまあ、オープンイノベーションにあの注力されてこれまでやってきて、えーとまあ、実際にそ,こ、えー、それによって売上高を拡大できているという事例がありましたり、えー、とあと、まあ、有名なところで KDDI さん、えー、なんかはですね通信、えーまあ、サービスのところはもうあの基本的にスタートアップと連携してやっていくというところの意思決定をされて、えーまあ、それで収益を伸ばしているという、まあ、こんなあの分かりやすい事例ももうあの生まれてきたフェーズで かなと思っています言葉としてはまだオープンイノベーションって実は2003年ぐらいに生まれた話なのでそんなに歴史は長くないんですが、えーまあ、ここ、えー、数年で明確な成果が出てきたなというところです。でちょっとあのこのじ紅葉がですね、えっと、実態どうなのかみたいなところを、えっと、2年前ぐらいですねうち、えっと、で調査させていただいたのでちょっとそこの調査データなんかを交えてあの紅葉について補足できればと思ってるんですけど、えっとまあ、前提あの売上高100億円以上の、えっと、希望の100社の企業さんに、えー、新基準に関する する調査をしましたと。で、えっと、これ見方がですね、えっと クローズドイノベーションオープンイノベーション CVC 投資部の設立 M&A ちょっと何かこう手法で大きく4つに切ったとした時にそれぞれ取り組まれているものに対してどの程度の期間で成果が出ましたかということを問うた説問になりますがやっぱりスピードのところですね半年以内ですとか半年から2年以内みたいなところはオープンイノベーションが圧倒的に早いということで、まあ、あの当然の結果といえば当然の結果なんですけれどもこういった結果が出ていますと。M A、はまだまだだ 取り組まれている企業はそこまで多くないというところで、まあ、こういうあの回答ソースにもばらつきが出ているかなと。はいえー、でまたですね、えーとまあ、文化調整が必要ですとかあの実践者の教育が必要ですみたいなお話今日あのいくつかありましたけれども、えー、とこの質問がですね <coughs> 先ほど同様にそれぞれの手法別で事業創出以外に取り組んだことでどういった副次的な効果がありましたかという質問になりますが一番多いところで言うと必要な技術ノウハウあと人材の育成につながったっていうお話ですとかオレンジの部分新規顧客設定の獲得というところで既存事業に対しても好影響があったみたいなところあとは従業員の意欲向上みたいなところが上位に上がってきているのでこういった副次的な効果 もえー、腹見つつですね、えっと、設計はそうですし、えっと、何をやっていくのかというところの意思決定、えー、できればなと思っていますと。はい、というところですね今日はの全体のパートとしましてのまとめをちょっと私の方からさせていただきます、えっと、大きく4点あのお伝えさせていただきたいこととしてあります。 はい、えー、まずあの新規事業を創出するために、えっとまあ、一つの事業案とかに対して、えっと、しっかりコミットしていくみたいなところも,もちろん重要なんですけれども、えっとまあ、その案をですね腐らせないための、えっと、事前の、えっと、組織としての設計、えー、準備みたいなところが、えっと、本当に重要だと思っています。 っていうのがまず1点目2点目ですねスケール化のためにというところで大企業ならではの優位性というところが既存アセットリソースというところになりますのでそこを活用できるかが鍵ですしそれを活用するからこそ生まれた事業案に模倣困難性があったりですとか独自性が生まれてくるというところかと思いますのでそれを活用するためにはしっかりと経営陣と握るべきこところを握りきるということ。で3点目新規事業を支えるような既存事業の風土醸成も必要ですと。 はい、で池田さんから中心にお話ありましたが、えー、経営事業のキーマンというところの、えーまあ、新基準に対するです、ね、理解を深める、えー、一緒に作っていくというところの,あの、まあ手,をくえー、手を取り合えるような、えー、関係地になっていくというところが、えー、重要かなと思ってます。 はいえー、最後あの4点目ですね、えっとマイ主義にとらわれず、えっとまあ、しっかりあの必要な時にはあの外部の活用というところも視野にか、えー、入れてですね活動いただくのがやっぱり最短であの結果を出すポイントかなと思いますのであ,のあまりこうですね新規事業の取り組みって始めた時は注目とかはされがちなんですが、えっと、長く結果が出ないとあの、まあ、トーンダウンどん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 していって取り組み自体が消えていくみたいなところもあの多くあの事例として見てきましたので、えーまあ、こういったあの外部の活用というところをスピーディーに結果を出すためには必要かなと思っています。 はい、ということで、えー、はい、ちょうどお時間になりましたので、えー、講義の方はこちらで以上とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。はい、えー、ここまで、えー、ご清聴いただきましてありがとうございました。 あのここからはですね30分ぐらいになりますけれどもあの質疑応答をいただきながらですね、えー、と皆様のご疑問にお答えできればと思いますがあの、まあ、そうはいってもいきなりちょっと手を挙げづらいところもあるかと思いますのでちょっと我々の間で23問ぐらいやり取りをさせていただいてその後に、えー、とに、まあ、ご質問をお受けできればなと思っておりますのでぜひちょっとお考えいただきながら、えーお,待ちえー、お待ちいただければと思います。 あのじゃあまずはですねちょっと私の方から加賀さんにご質問させていただければと思うんですけど特にこう日本の大企業でいろいろと見られている中で、まあ、この辺りがちょっとできてないなというところをですねちょっとまああのお話しいただければなと思いますけどもいかがでしょうか そうです、ね、えっと今日まあ,あのよくある課題みたいなところをお話しさせていただいたんですけどその中でもというお話で言うとあのやっぱりステージゲートのところはすごくあの設計があのそもそもされていないとか作ることが発想にないもそうなんですけど作ることの理解を得られないみたいなケースもあって、えっと、あんまりあのしっかり設計されている企業さん多くないなとは感じています。 あの実は去年の夏ぐらいにですね、えっと、我々の,あの、まあ、接点のある大企業さんで、えっと、30社ぐらいですかね集めてちょっとクローズドな場で、えっと、そのステージゲートの在り方を考えようみたいなワークショップをあのやったんですけれどもその、えっと、企業さんが結構もうオープンイショベーション取り組まれて数年経ってる、えっと、企業さんたちだったんですけどそれでもやっぱりあの最適なところはどうなんだろうみたいなことを、えっと、悩みになられたっていうところは大きいですかね。 なるほどそうですね、まあ、ステージゲートをしっかりとこう設計してやるっていうことが、えー、やられてる企業さん結構少ないかなというのは感じますねでただあの、えー、とどちらかというと研究開発を中心に新規事業を生み出していこうみたいなことを考えていらっしゃる会社さんは研究開発サイドの方ではステージゲートを入れていらっしゃるんですけど新規事業創出全体の像っていうことに転用させて考えていこうみたいなところはちょっとややあのあの制度上取り入れられてないところは多いかなという感じはします。 じゃあえー、っとですね 川さんから何からあ、えっ、ー、とそうですね。ちょっとじゃあ私からの質問というところであのグロビスさんってもちろん、えー、人事研修とか、えー、管理職研修みたいなところがあのお強いというかもともと既存事業の大きな部分を占められていたと思うんですけれどもその中から実際にその新規事業関連とか事業創出みたいなところまでその管理職研修であの突っ込んだ内容にえっ、ー、となるケースって結構多いのかというかあのがシンプルに疑問でしてやっぱりあの、えー、人事部が持つべきか景気が持つべきかみたいなところも若干その役割 とというかあの担うか担部門も違ったりする思実ね。あそうですねあの、まあ、グロービスというとやっぱり人組織づくりに、まあ、ちょっと特徴のある、まあ、企業という認識をお持ちだと思うので何であの私がこう事業開発が新規事業創出の支援してるのかっていうところの、まあ、経緯をちょっとお話をするとあのグロービスのコンサル部門はですね、えー、と大企業のサクセッションプランの支援を結構やってるんですよ。で次の経営陣どう育成するかっていうことをやります。 でそうすするとですね、えー、と部長の選抜トレーニングとか課長の選抜トレーニングをやるんですけどその題材テーマがですね、ほとんど10年後の戦略を考えようみたいなことを選抜のの人材の方たちにやってもらうんですね。やってもらいますでそうすると,です、ねえー、とこの会社の戦略ってどうあるべきかみたいなことを話していくんですが、えー、カウンターパートが人事の課長から人事の部長に上がり人事の役員に上がり CEO に上がっていくるんですね。 で CEO から次の経営陣誰がいいと思うとかってこう問われた時に彼がいいと思いますなぜならばみたいなことを会話をしてって経営陣と近づいていくとですねこの経営陣からうちの事業ちょっと新しい事業にできないんだけど、えー、と新しい事業をそうするためのアドバイスとかしてくれないみたいなことが、えー、と6年ぐらい前からかな、えー、と出てきてまして。 その流れで、えー、と先ほどちょっとお見せしたようなその業界の方々と新規事業創出に関するお話をさせていただくっていうことが増えてきているということになります。でじゃあそういった流れで新規事業創出の方に、えーまあ、管理職トレーニングとか選抜研修の方から入っていってる会社さんどのぐらいの割合かなっていうことでいうと、まあ、あのまあ10社に1社ぐらいっていう感じですかねっていうのがまあリアルな数字かなと思います。うん、はい なるほどそうですね、まああの、やっぱり話の内容があのより大きくなればなるほど、あの組織の中でも上っていくというお話かと思いますし、あの今日の講師の中で、えー、それこそこう、えー、全体の,あの事前準備とか、えー、とあとは刑事の合意形成が必要だという文脈においては、やっぱりそのトップから、えー、とそこをやるべし、えー、とみたいなところで話が始まっていると、すごくあのその後の事業創出みたいなところもやりやすくなりそうですね。ですねありがととうございますじゃあちょっと後 どううしようかな1問ぐらい12問ちょっと私の方から加賀さんに聞いてみたいんですけど、えーとまあ、先ほどの話もありましたけどリアルな,なんかこう声として大企業とスタートアップでオープンイノベーションをやる事例ものすごいたくさん見てられると思うんですけどやっぱりなんかこうメリットとか、えー、これやってよかったなっていう事例みたいなのがもしあればなんかぜひ。えっとそうですね、えー、とやっぱりオープンイノベーションのメリットというお話で言うと先ほど申し上げたスピード感。 とと、えー、といいいうところが一番大きいかなと思いますで、えっとまあ、具体的に言うと、えっと、例えば性能さんとかはあの公表されてる話なんであれなんですけど、えっと、CBC とかを作られてあの本格的にあのオープンイノベーション活動スタートアップを巻き込んでという形にやったのが、えっと、2019年とかだと思うんですけれども、えっと、もうすでに、えっと、公表してるだけでも、えっと、支持席20件超で、えっと、しっかりあの事業連携というところまで済んであの新たなサービスを作れているのが多分5社とかは出ているので。 あの、まあ、そういった意味では、あのスピード感ある、あの動きだなと思ってます。で、えっと、あと、そうですね、えっと。ちょっと、どこまで言っていいのかっていうのはあるんですけど。えっと、以前ですね、あの直近の話なんですけれども、えっと、大手の保険会社さんの、えっと、ご支援させていただいた時に。えっと、まあ、その保険会社さんって、介護保険が強くて。えっと、なんで、えっと、お客さんって、基本的に高齢者の方々。 になっていて今やっぱり保険業界って認知症の話とか結構トレンドにあるんですけど、えっと、結果その認知症領域で、えっと、その保険以外のサービス、えっとまあ、認知症の検知、えー、予防でなったのまのケアみたいなところまで含めて、えー、ケアできるようにっていう事業に行き着いたんですけど、まあ、そのプラットフォームを作るみたいなことに行き着いたんですけど、えっと、支援の中で、えっと、すごく最初ですね いや,やっぱりあの若年層にアプローチしたいな介護しかやってないからとか、えー、といろんなこうやりたいことが出てきた中、えー、だったんですけど、えー、と結構いろんなスタートアップさんとお会いしたりですとか、えーとまあ、我々対話させていただく中で、えーまあ、その認知症というところに一つ絞って方針が決められてでそこはもう経営とも握れたっていう、えーまあ、そんなあのプロジェクトがありまして。あのやっぱり 外と話してそのマーケットを知るということターゲットを知るっていうことをする中でその自分たちのフォーカスポイントっていうところはどんどん研ぎ澄まされていったみたいなところもあるのでそういった意味ではオープイノベーションの雇用は自社のの方針を決めるるとととといいううころにも役立つのかなとなるほどありがとうございますまあそういう意味では先ほどの経営政府の話とも関連しますけどやっぱこう大企業の中の中にずっといると見えない世界観があって。 外と接点を持つと、まあ、その事業の中における経政府というか大事なポイントが見えてくる。まあそんな声もあるのかなとそういう話かなと思いました。ではあのちょっと一旦私と加賀さんとの対話というかまあ会話じょ常盤はこんな形にさせていただいて、ぜひあの、えー、と会場の皆さんからですねえっ、ー、とご質問をお受けして対話をできればなと思います。 外のまあオープンイノベーションみたいな支援とかあるいはスタートアップ支援なんかを具体的にいろいろやっているものですこのテーマでもう少し具体的なところを伺いたいんですが例えばスタートアップであるときにはアジャイルであったりプロトタイプベースであったりユーザーセントリックみたいなことがごく当たり前なんですけれどもこういったことを大企業の中でスムーズにやっていくために中でどういう工夫があるのかとかそういった講座みたいなものもあるかもしれませんそういったものについて何かご意見いただけないでしょうか もしよろしければ。あ、えっと、そうですね。えー、っと、ちょっともう一。 質問の意図をもう一度確認させていただきたいんですけれども、えー、スタートアップでやってる、まあ、そのダ、えー、ジャレな開発の方法を大企業の中で取り入れていくためにそうです、ね、例えば先ほど言ったような組織設計であったり評価であったり予算の組み方みたいなものの大企業側の受け手側の組織設計みたいなものもあるでしょうし、えー、っとスタートアップ側に求めるようなマインドセットみたいなものとかも合わせてあったりそこのコンフリクトがいつも起きると思うんですがそういったところに対してんていうか、えー、要定みたいなものであったりとか えー、そもそもそういう状態でやっていいのかどうかって功罪みたいなものであったりとかそういったものに何ていうか、えー、とご意見とかコメントいいただければなと思いますすそうですね、えっと、やはりあの制度にしてもそうですし文化といいますか、えー、っていうところをいきなり変えると難しくて特にあの大企業の場合はちょっと最近増えてきたかもしれないんですけど、えっと、スタートアップの経験を持っている方ってあのほぼあのい,ないらっしゃらないっていうところがあるので,でやっぱり対話を通していく中でえっと 変わっていく、えっと、例えばあの私もジョイ弁やってて思うんですけど、えっと、っ単独でやる事業と比べて、えっとまあ、先ほどあの成果が出るのはいっていう話しましたけど一つの決め事をしていくのとかって、えっとまあ、2社でやってる分、えっと、2倍ではなくて34倍ぐらいの時間がかかるかなと思ってまして、えー、でそれをあの、まあ、いかにスピーディーにやるかっていうところにあのお互い目が向き出していくと思うのでプロジェクトが始まったら、まあ、そういったなあの経験の中でやっぱり短縮していくっていうところは重要かなと思いますかね。はい ありがとうございますあの先ほどの,、まあの考え方とも関係するんですけどまずやっぱり基本は組織設計とししてはででやるべきでしょうねあとはやっぱりそういった動き方があるので、えー、動き方はですね大企業の経営者からすると異質なので、えー、その、えー、ある意味ではエイリアン的な動き方があるよってことはちゃんと理解をしてもらうっていうのは大事なポイントかなと思います。で、公ですけど あのいわゆるこうリンスタートアップ的にこう、えー、アジアに進めていくっていうことの功罪はあのその形に染まっちゃうと先ほども言ったように、えー、と何でもかんでもそれに当てはめようとするっていうことですね。で例えば大企業で例えばその新規事業を進めていくときに規制緩和みたいなものがものすごい重要なタイミングでこれ別にユーザーセントリックである人全くないですよ。なんですけどそれにこだわってると やはりこの規制緩和によってユーザーは誰なんだみたいなことを見に行くんですがそれも別に必要なくてこの規制緩和にのっとってしっかりこう入札していけばいいということなんで、まあ、それをやればいいということなんで時と場合によっては分けて使うというのはあの重要なポイントかなと思います。ありがとうございます。えっとちょっとあん,あんまりいい質問じゃないかもしれないですけど、えー、っと今あの私もえっと自社開発のサービスを作るっていう新規事業をやってまして。 でえー、と今日の講演でですねあの自社にとっての、えー、新規事業って他社にとっての既存事業でしょっていう話が一番なんかこうああと思っちゃいましてでその中でその得意価値パターンはその既存事業としてる他社が持ってますよねっていうような話があってそれを、まあ、みあの勉強しましょうっていうような。 あの話があったかと思うんですけどあのそのなんて言うんでしょうね勉強の仕方といいますか <laughs> その辺りもちょっと触れていただけないかと思って質問しました、はい、じゃあちょっと私から先にいきましょうかはいえっとこれはあの基本的にはあのシンプルでその分野を知ってる人から聞くっていうのがものすごい早いですねでなので えと具体的な個別のサービス名出すとうんと思うかもしれないですけど例えばビザスクで、えーとまあ、リサーチしに行くっていうことも重要かもしれませんしやっぱりその分野で、えー、と勝ちパターンの経験のある人が採用で取れるんであれば採用して、えー、と備えるっていうことでもいいかもしれませんしあとはやっぱりこう人脈つてをたどってって、まあそ,のえー、それに近しい人から聞くっていうのがあの一番だと思います。あの ちょっと,あの話違う、えー、と違う角度の話かもしれないですけど「えー、とグリッド」って本があります、ね、2016年ぐらいにです、ね、やり抜く力であれのです、ねこうえー、著者のアンジェラ・ダックワースがも、えー、ともとマッキンゼのコンサルタントだったんですけどあそこの中にこう興味深いことが書いてありまして、えー、とマッキンゼイ入社するときにフェルミ推定みたいなことをやらされると。でえー、とこう仮説の数字を立てて えー、経験したことがないようなことを、えー、こう自分の頭で組み立ててこういうものだって仮説する力立てる組み立てる力があるかどうかを,を試されるんだっていうんですけどアンジェラが一言言ったのはそんんなの知っっててる人に聞けば一番早い言うですよこれもものすごいなんて言うんですかね、えー、まあ重要なエッセンスだと思ってましてあの知りに行くっていうことで成し遂げられるんだったら自分の頭で考えるよりも早いし正確であるってことはちょっとお伝えしたいかなと思います。はい あじゃあちょっと私からも補足として、えっと、まさにその池田さんがあのおっしゃった、えっと、知ってる人に聞きに行くみたいなところ重要かなと思っていてであのちょっと具体例で最近あったなみたいなことで言うとですねあの例えば銀行さんとか、えっと、総合広告代理店の方とかってその中での新規事業としてなんかあのちょっとうちに近しいことできないか、まあ、要はえっと ママーーケケテティィンンググ企業のマーケティングの支援していますでもうちょっとあの事業っぽい話が相談を受けるからそっちできないかと思っているみたいなことであのこんな案考えてるんだけど、えっとうん、ちょっと相談乗ってくれないみたいなことを言われることは結構あってですね。であの こちらからするとなぜ競合になりうるサービスにその情報を伝えないといけないんだって思うんですけど、えっとまあ、そこまでの情報の提供のされる方だとやっぱりそう思っちゃうので、えっと、あまりこちらからも有益な情報を渡せないんですけど、えー、それこそオープンイノベーション的な考え方で、えっと、その企業さんの持ってるアセット例えば顧客資産とか、えっと、我々にできないその、えー、日本の企業のオープンイノベーション、えー、が浸透することにつながるアセットってあるので、えっと、そこをうまく、えっと、打ち出していただければ、えっと、一緒に組んでやる、えっと、市場のことはこっちが知っている。でえっと、より その市場を大きくするためのえっとアセットはこっちが持っているっていうそんな組み方できるのでえっとある意味その、えー、今すでにやっているところと組んでえっともう少し大きな取り組みをするとかっていう方法もあるんじゃないかなとは思いました。えっと、えっと、フード情勢のところでちょっと2.5質問なんですけれども今日の,あの講演のところであの経緯だったりとかあの意思決定者のフードを変えていくってったお話があったんですけどもそう我々の方のところでちょっとまああの逆に下の あのメンバー側の方、ですね現場の方の人たちで新事業に限らずですけども新しい仕組みとか、まあ、新しい技術開発とかそのやりたいっていうメンバーがちょっと少ないよっていう声が、まあ、ちょっとありまして、まあ、そういった現場の人たちのそういったあのマインドを変えるような何かいい方策とかがもしあればあの教えていただきたいきたいうのがまず1点目になります。 あじゃあお願いします。はいえっ、ー、と結構最近ですね本当にあの今いただいたようなその社内の関係人口どっかみたいなお話を結構ご相談いただいています。でえっ、ー、と。 でそここでででよく提案させてていいいただいていることで言うとうすねやっぱりあのいきなり、えー、と新規事業考えろとか、えー、興味持てみたいなことって、まあ、できる方もあるといると思うのでそういう方にはちゃんと手を挙げる仕組みを作ってあげるっていうことにまず解消するかなと思っているんですけど、えー、と一方でそ,そ,うそうできない方が多分大半だと思っているので <laughs> えとそういう方に対してはですね、えーと 経験してみるみたいなことすごく大事だと思っています。えっ、ー、となんでえっ、ー、と例えばですけどもえっ、ー、とすでに走っているプログラムとかあプログラムというかプロジェクト新規事業の開発のプロジェクトですとかえっ、ー、と他社との取り組みえっ、ー、とみたいなところにえっ、ー、とプロジェクトメンバーとしてえー、ちょっと一部アサイン、えー してえー、とちょっとまずあの議事録通るところからやらしてみるとか、まあ、そういう巻き込み方をすることであこういう流れで進めていくんだとか、えっと、意外と,こう、えっと新しい事業を考えるの楽しいなみたいなので、えっと、どん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 自分語とかしていってあの翌年度には自分でやりたいみたいなことにつながったりというケースもあの多いかなと思うので、まあ、そんなあの取り組みを推奨していただけますかね。ありがとうございます そういううい意味で言うとあのエイコンさんのオープンイノベーションの取り組みは私も参加,参加というか見学させていただいたことがあるんですけど例えばあのスポーツ団体とスタートアップとかス,タスポーツ団体と大企業のオープンイノベーションの場をあのオープンにこう募集されたりとかするんですがそこに来られてる方のような形であのオープンイノベーションにこう参加した経験を持っていくとやっぱりこうやりたいという人は増えてくるかなと思います。であと、えー、と今ののののご質問の中で、えー、と私の経験だとやっぱりこう新規事業アアイデアのコンテスト みたいなものを社内で作るっていくとあのそこに、えー、と手を挙げてくる人たちっていうのは、まあ、増えてきますがあの運用上運営上の結構重要なポイントがあるかなと思ってましてあの一つはですね先ほどの話もちょっと関連するんですけどテテーーママはあある程度このので募集しますすってていいいうのを決めてあげた方がいいと思うんですあの何でもいいから提案してくださいになると,、えー、と提案の粒感がすごくちっちゃくなっちゃったりとか。 あのえー、と経営陣とかからするとあんまりそういったものを求めてないというテーマが出てきてこんなの来年やめちゃえって話になるんであの初年度からそのテーマ感を揃えておいた方がいいかなというのとあとはですねあのこれはもう2015年ぐらいにすごい大失敗した時代がありまして、えー、とグロービスなので一番最初にですねこうエントリーシートみたいなのを書いた時に えとその市場の、えー、と魅力度はど,どの程度ですかとか自社の保有資産として強みはどこですかっていうのを書いてあの、えー、提案書を持ってきてくださいってやったんですよしたら応募すごい少なくてですね、えー、と2年目の改善するきにもっとライトな書き方できませんかっていうふうに言われてですねあの皆さんがなんかこの会社に成し遂げたいものは何ですかとかあのもっとワクワクするような社会を作っていきたい会社を作っていきたいと思いますかどういう会社ですかとかこういうんか えと応募しやすいエントリーしやすいっていうのが重要かなと。でこれあともう何年間か回してくっとした時に初年度で成功した、えー、と効果実感を持った人が自分の生の声であの発信してくみたいな仕掛けができるとあの2年目3年目あ,あの人もやってんだったら自分もやってみようみたいな感じであの人が増えてくっていう流れがあるんで単年度でなんとかしないっていうこととライトにこう作っていくっていうのがなんかそういったものの設計のポイントかなと思いますね。ありがとうございます ちょっと私もあの実は前職の時ですね今あのこの新規事業専門とかじゃなくてあの畑違いのところにいたんですけどまさにその社内新規事業制度みたいなのにあの毎年手を挙げてる側だったんですよ。でその時にあの感じたことでいうとやっぱりフィードバックをもらえるかどうかですごく大事であの初年度 あの自分の中では気合い入れていろいろ考えてあの出したつもりが、えっと、理由明確にわからないままダメだったなんでっていうところがあのしっかりあの返してもらえないとやっぱりどん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 モチベーション下がっていくのであのそこを担保していないとあのその制度自体がもうあの全体の応募数とかも減っていくっていうことにつながるかなと思っているので、はい、フィードバックが重要かなと思ってます。 あ、あともう一つですよね。あ、大丈夫ですか。あ、どうぞどうぞ。はい。あ、すみません。あともう一つなんですけども、あの、今度はあの経営,経営者経営側の方の話で、あの今はあのあお話の中であの経営の意思決定者のあの理解を。 持ってもらうことが大事だという話で、まあ、今はあの理解があるんですけどもよくある話で23年後とかにトップが変わってまた全然この意識あのそういうのに理解がない人になった時になんでそんなにやってんのみたいなではしごを外されるみたいなのよく聞くんですけどもあのそういうのの,のリスクをまあ抑えるためにこの今の段階からこうやれることとかもしあれば、はい、お伺いしたいです。あのまずはやっぱりこう代が変わって でも、えー、と経営計画自体が生き残ってる場合は経営計画に入れておけばあのもうその方がやりたいとかやりたくないとか関係なく外部の投資家から見,見られてますんで、まあ、その入れておくっていうのは大事かなと思います。でやっぱりこうあとははが変変わわっった時に変わるってのの仕方ないので もう一度やっぱり打ち込み直すっていうことが重要かなと思うんですけど打ち込み直す時のポイントはですねあのこれも一回何とかしないっていうのが重要だと思ってまして先ほどあのワークショップで2日間やりましたってインタビューやりましたって話があったんですけどインワークショップの初,に初回やった時の認識なんてものすごいさんさんたるもんですよ。あのなななんんで新技術をやんなきゃいけないけけけだっっててててグロービス来話話聞聞俺の話聞けって言われて ですけど新規授業を進めなければいけないんじゃないんですかねって優しく問いかけたりとかして2日目ワークショップやってまたインタビューやって実はあの4日目とか5日目とかやってるんですよ。で今では自然と「新規事業普通にあるだろう」って言うんですけどどの口が言ってんだってまあそこは言えないですけどねあの徐々に変わ認識が変わっていくものであると。なので、えー、と打ち込む時には一日で何とかしようと思うんじゃなくて長期レンジであの粘り強くやるっていうのはすごい重要なポイントかなと思います。 あそうです、ね、ちょっと粘り強くはまさに大事なとあとは、まあ、あの社長が変わったとしてあのそれ以外の方役員時の方々は全員変わるというケースは、まあ、おそらく少ないのかなと思いますのでやっぱりそこであのしっかりとあの賛成派というかあの見方をつけておくということとあと、まあ、望ましいのはやっぱりあの客観的に見てあの続けるべきである理由があのしっかり積み上げられているかというところかなとは思います。あありがとうございますありががとととううごござざいいまますすではえっと 声、まあの内容の中で経営、まあ、メンバーとの経営、えー、メンバーの理解を得てしっかり、えーまあ、方向性とか握るっていうの。で、えー、当然あのボトムアップでチャレンジャーを増やしていくっていうのは両方必要なんだなというのはもう分かってるんですが一方で、まあ、我々が今考えていろいろ議論している中でプラスミドル層のやっぱり、えー、マインドセットっていうのがすごくやっぱり。 重要だなって考えてておりまして、えーまあ、どんどんあの、まあ、経営がそこまで強く新規事業絶対やろうぜって言ってくれれば、まあ、ミドルも変わるんだと思うんですけどもまあななんとなくな感じの経営の意思あとそうなった時にチャレンジャーがこういうの新しいことをやりたいって言ってきても いやそれよりも既存の今の仕事もっと頑張れよとかって言ってミドル層が、えー、なんて頭を押さえつけるみたいなような状況っていうのがやっぱりいろいろ見られるなっていうのがあるんですが、まあ、先ほどそのまあ部長レベルの人たちをそのワークに引っ張り出してやるみたいなのはあると思うんですがなかなかそれも、えー、結構そういうのに参加させるっていうだけでもかなりな、えー、パワー必要だなっていうふうには思って ましてそれ以外で何かそのミドル層がえそういう部下のチャレンジを称賛するだとか後押しするみたいなそういうふうな意識に変わるような何かえ策というかえやり方って何かない,ないもんでしょうかねというところでした。す、はい、すごいいいい難ししとううう投げられてどうしようかなな感じなんですが 先ほどのその事例で言うとやっぱりこう経営企画系の、えー、と役員がちゃんとコミットしてくれて、まあ、部長陣の中の仕事の1割でいいから新しいことをやるということを考える場を作ろうっていうふうにコミットしていただいたんで階層ベストレーニングの中に無理やりこう入れて考えるっていうことを、えー、やってみました。でえーとーですね、なのののでなんとか既存の、えー、とミドル層の えー、公式なこうトレーニングなのかの場の何割かでいいのでちょっとそういったことを一回考えるとかポジティブに何かこうアティチュードが変わるような仕掛けを入れるっていうのが大事かなと思うんですで人間ですねあの大事な考え方があると思ってましてあの心の中が明るくなるから要するにマインドが前向きになるから笑顔が出るというよりかは笑顔になるからマインドが明るくなるっていう 態度が変わるんで心が変変わわるるるんんでで心っていう方もあるんですよなので心の中で全然ですねそんなの賛成してないんだけど無理やり考えるっていうことを態度として一回やるとポジティブに変わるっていうのはこれはあの実際の教育の現場ではよくあることなんであの経験しないとやっぱりどうしても自己確証バイアスにさいなまれてですね自分のただ言ってることの方が正しいっていうことのロジックを積み上げちゃうんですけど一回経験してみるとそれが正しいかもと思って あの新しい情報を得に行くっていう行動にもつながるんで無理やりでもいいので考えてもらうっていうのは何か一つヒントかなっていう気がしました。あの苦しいい回答ですけどはい そうですね、えっと、これちょっとあの完全に正解かというかあの清水さんの,あのお勤め先において最適化というのは若干怪しいところであるんですけれども、えっと、例えばその研修に参加してもらうとか無理やり来させるっていうのもやっぱあの単発だとあんまり意味がないと思っていてで継続的にその触れさせるっていうこともなかなかこれまた難易度高い話だと思っているのであの別案でということで言うとですねあの私が支援させていただいた企業さんで、えっと、もう強引にその社内新規事業制度みたいなのをですねあの ほぼ正社員員は全員、えー、必ず規案をとにかく出しなさいと、まあ、でエントリーシートの,そのハードルというか書く大変さみたいなのはだいぶあのライトなんですけれどもでそれをえっと出す出さないっていう話と、えー、一時その部内の一時書類通過者をえっとその各部門長が選べっていうことになっていてでその後えっと部門長が挙げた者同士で二次で戦わせるみたいなそんな設計にしたんですね。 えっとまあそうなるとですねえっとまあそれがあのできたという前提の話ですけどできた場合はえっとやっぱりその、えー、自部門からいいものを出したいみたいなそそういう欲もまたあの別ベクトルで出てきて、えー、前向きにあのちょっと変わったりっていうところもあると思うのでまあそんなやり方も一つかなというふうに思いますよろしいでしょうかもうパワーはそうそうですねはい覚悟を決めるしかないんじゃないかなと思います。 っと一言あのえっ、ー、とですねえっ、ー、と例えば今日ステージゲートの話がございましたでステージも1から、まあ、5つ6つとかあの法人によってはいろいろあると思うんですが一番初期のステージ1、えー、いわゆるアイディア創出ですとか、えー、なんていうかな社会課題を捉えたどこのこうの,のとか難しいことを言わずに自由な発想で。 そういういステージゲートってやっぱり他多,多種だと思うんですよね。なので仕組みはでききまましたステーージをこうやっていっててゲートをくぐっていきますあのそれはそれで大事なんですけどもやっぱり起点となるステージ1のアイデア創出だとかあのそういったようなところの発想、えー、それは企業人としてっていうか私は R&D の方のそういう人に関わるところを仕事にしてるんですけどもっと人口を増やしたいと思ってるんですねいやそこにはグロービスさんでこんなコンテンツありますよとか。 あのその一言書いたで終わるかもしれませんが、えっと、そういうようなアイデアのなんていうかな創出っていうかな着眼点だとか、まあ、あるトレーニングが用意されてるかもしれませんけれどそういったようなものを、まあ、手前どもで言うと結構やっぱり結構出るんですけども限られた人にかてよるんですねでそれをある程度文化としてあのなんか定着っていうか。 そういうふうに広げていきたいという思いがあるんですが、その辺のところなんかアドバイスがございましたらお願いします。二つあると思ってまして、そのアイディア創出に関してはやっぱりかあのいろんな切り口が必要かなと思います。だからあの、えー、ユーザーオリエンテッドでデザイン心筋思考的に考えるってこともそうですし、あの世の中のこのペスト環境の変化から機械と脅威みたいなことで導き出すっていうのも重要ですし。 あとは MFT マーケットファンクション、えー、マーケットと,、えーとまあ、テクノロジーをこのファンクション的にこうつなげ合わせるって MFT 的な考え方もありますしそういったものをたくさん使ってやればいいんじゃないかなと思います。であともう一つは重要なのはですねステージ1で、えー、ゲート審査する人を気難しい人をゲート1の審査員に置かないっていうのは重要かなって思ってます。 いきなりですねこう財務担当役員とかをゲート1に置く会社があるんですけどそれでみんなもうバタバタ死ぬんですよ。そうするともう全然手を挙げないってなるんであのライトな感じのチェアアップ型の人をゲート1の審査員に置いとくとあのゲート1を超えてアイディアがたくさん出てくる可能性が高まるかなっていうのがちょっと私の所感だったりしますまますすもししよろけけれればばたお話しさせていいいとと思いますありがとうございます。 そうですね、えっとまあ、あの当然、知財とか含めてあの自社の,あの財産あると思うのでやっぱりそこを起点にあのテーマを出してあげてあの、まあ、考えやすくするで考えるハードルを、えっと、下げて、まあ、まずはあのテーブルに乗せるっていうアクションをしやすくしてあげるっていうことが重要かなとは思ってます。 なんで、えっとまあ、ある意味ステージ0.5を用意するみたいな話なのかもしれないですし、はい、あのまず増やすというところでいうと、まあ、それかなと思いますで、えっと、まず上がってくればそこからあの磨き上げるみたいなのはあのやりようはいくらでもあると思いますので、はい、ちょっとあの、えー、ハードルを下げてとていうところが重要かなと思いましたははいいいいどうううもあありりががととごござざまますすでは、えー、と少し時間が、えー、過ぎましたので、えー、と以上で、えー、と講演および、えー、と質疑の方は。 終了したいと思います、えー、皆様ご清聴いただきましてまたあの活発なご質問いただいてありがとうございましたありがとうございました